七網竹は、イグチ木に属し、ヌメリ井グチかヌメリ井グチ属に置かれるキノコの一種である。傘は、幼児は、半球形、次第に、まんじゅう型から開いて、ほとんど平らになり、対等抗褐色ないし、排気褐色、免疫層に覆われて強い粘性を示し、表皮は、比較的剥がれやすい。傘の肉は、厚くて、柔らかく、泡。 クリーム色を呈し、傷つけても変色せず、味も匂いもん和で、特徴的なものはない。傘の裏面の史実装卓は、観光状をなし、幼児から黄色を呈するが成熟すれば、暗記褐色となり、傘の肉から分離しやすい。柄はほぼ上下胴体で唾を描き、特に、下半部では、微細な粒点をこむり、内部は充実する。 胞士門は暗気褐色を提し、胞士は強大円形ないし円筒状大円形、薄壁で、表面は平滑、しばしば1から2個の油滴を含む。側シスチジアは、比較的少なく、上部が、やや太い円筒形あるいは、凶暴水形、薄壁で、無色ないし泡褐色を呈する。円、シスチジアも凶暴水状あるいは防水状。 棍棒型をなし、しばしば束製し、ほぼ無色、または単光色。表面には時に、暗化色の会場内視流状の沈着物を被る。柄の下部に生じる粒点は、束状に密生した柄、シスチジアからなる。観光の壁を構成する菌糸は、しばしば多少ともゼラチン化する。傘の表皮層は緩く絡み合った細い菌糸からなり、 厚いゼラチン層に埋没しており、その禁止末端は多少立ち上がる。禁シは、かすがい連結を持たない。初夏から晩秋にかけて、松夏の樹下に生じ、外生菌根を形成する。37種の樹木と共生することが知られ、これは一種の外生菌根の宿主の数としては最も多い例であるとされている。日本では、 赤松黒松などの二神洋松の林内で動く、普通に見出される。沖縄においては、同じく二神洋松類の一種である、琉球松の樹下に生える。もともと松下の樹木が分布していない、小笠原諸島からも報告されているが、これは沖縄から人為的に導入された、琉球松に伴って持ち込まれたもので、自然分布ではないと考えられる。 稀にご神葉祭りの樹下に発生することもあり、石川県では、ハ松マバヤシで採集されている。北海道においても、赤松黒松や、海外から植栽されたに神葉祭りの樹下に、発生するという。幼霊内し弱霊林に多く、祭りの苗の周囲にも発生し、僧霊内し老霊林においては、土壌微生物学的に未熟な傾向がある。 尾根筋などに好んで生息する。また、地中では、鉱物質層に生息し、そこから、松類の細根に沿って、有機物に富んだ層へと細くて、白色の菌糸束を伸ばし、次々に、外生菌根を形成していく。土畑の純粋培養菌種を赤松ある類は、ヒマラヤゴ用の苗に摂取すると、苗の全重量、主根の長さ、 速根の本数は50から60%増加したという。なお、窒素15標識とした室内実験によれば、赤松の生育機質中に含まれる窒素のうち、赤松の信用に供給されるのは、その10から60%に過ぎず、残りの大部分は、土屋竹の菌糸中に蓄積されるという結果が得られている。一方、土屋竹の菌糸は、 樹木の葉や枝などを分解する上で重要な役割を果たすと考えられる様々な酵素を算出し、これらの酵素生産能力は臨床への落ち葉落ち枝の供給量に比例して優位に増大するとの研究結果があり、潜在的には不正菌としての能力を持つとされている。一般に外生菌根を形成するキノコ類の多くは、 人工培養が難しいものが少なくないが、本種についてはさほどでもなく、個実体内部の組織を無菌的に取り出し、不正菌向けに常用されている、バレーショブドウ等寒天培地などに摂取すれば、旺盛に生育し、培養菌種を得ることができる。外製菌根形成菌向けに考案された、ハーゲム寒天培地1%溶液0.5ミリリットル。 粉末寒天 20g も使用できる。また、改変メリンノルクランス寒天バイ1%溶液 1.2ml、チアミニエン酸塩。0.1mg、爆ガエキス 3.0g、初等 10.0g をこの順序で蒸流水に溶かし、20g の寒天を加えて 1000ml とするを用い、構成物質を併用することによって、個実体の組織からばかりではなく、 地中から掘り上げて、よく洗浄した菌根から分離、培養することも可能である。ただし、人工的な条件下で、個実体を形成させるのに成功した例は、まだない。胞子の発芽率は低く、ほとんど栄養源を含まない、培地上でも3から7%に過ぎない。炭素源、窒素源に富んだ培地上では、胞子の発芽率はさらに低下し、 胞子を培地上に摂取した後に1ヶ月を経ても0.01%に過ぎないという報告もある。胞子の発芽は培地中に微量に含まれるアンモニウムイオンの存在によって著しく阻害される。一方、ある種の酵母やすでに純粋に分離培養された土屋畑の菌糸あるいは発根させた末類の種子などと認培養することによって、 胞子の発芽率は顕著に向上し、発芽までに要する期間も短縮されるという。スウェーデン産の個実体について調査された限りでは、本種はヘテロタリックな生活感を有し、2種類の後輩型因子が関与する二極性の後輩様式を示すとされているが、他の地域においても同様か否かについては確認されていない。また、短式から出された、 成熟方子のうち5から10%はすでに複核化しているというが、端子期の中で減数分裂に続いて体細胞分裂を経て形成された8個の核が1個または2個ずつ方子の中へと分配されるのか、端子期内で減数分裂によって形成された4個の核が方子の中へと1個ずつ分配された後で再度の体細胞分裂を行って、 複数の核となるのかは明らかでなかった。また、個々の胞子に含まれる2個の核が、常に遺伝的には合成を持つか否かについても、今後の検討の余地があるとされていた。後に、端式内で、最終的に形成される核は4個であること、そのおのおのが4個の胞子に分配された後、胞子の内部で、さらに核分裂が起こる場合と起こらない場合とがある、こと。 2個の核を含む方子においては、それらの核は和合成を有し、1個の方子としては、ホモタリックな状態にあることが示された。北半球の温帯から寒帯に散する。南半球では、二神葉末の植栽に伴って気化している。柄の表面の先天は、次第に暗色となる花井口は全体に、色が明るく、柄に、ゼラチン質の唾を有し、唾より、 髪型の柄の表面にはしばしば繊細な網目状粒気を表すこと、柄の下部に微粒点を描くことや、発生がカラマツ属の樹下に限られることなどによって容易に区別できる。ヌメリー口は、発生環境が土網竹と共通し、しばしば混じり合って発生することもあり、混同されやすいが、柄にゼラチン質、 灰色あるいは灰紫褐色の唾を備えることや、柄の表面の粒点が、暗褐色ないし、紫褐色を呈し土屋畑のそれに比べて、暗色で明瞭なことで異なっている。なお、土屋畑に似て、柄に唾を描き、やはり領事から観光面が黄色を呈する種類として、宮間のメリー口があり、日本では、石川県から知られているが、校舎は、 観光の高校がやや大行で、放射方向に細長く、放射がわずかに短いことで区別される。イグチメボールテールズの分類には、形態的、生態的特徴と合わせ、個実体や菌死体に含まれる化学成分の違いが重視されている。ヌメリーグチ属の属内においても、含有される指標成分の組成は不死ご事、あるいは種ごとに異なっている。 バリエガトさん及びその異生体であるゼロコミンさんは、ヌメリーグチ属のキノコには普遍的に見出される成分であるが、父あわたけからこれらが見出されたとする確実な報告はない。一方、花イグチなどと共通する大々色色色素であるグレビリンや、同じく花イグチから得られたボレグレビロールは、父あわたけからも検出されている。また、 ご用意口などとの共通成分であるスイーリンも見出されている。スイーリンについては抗菌性が見出されており、さらに人の肝がん細胞に対して細胞毒性を示し、アポトーシスを誘発させることが指摘されている。この他に、フラジニアスイールシン1オキソニ、7ジヒドロキシ酸3 r 8ビットジヒドロ、1H、シクロペンタ、B、 ベンゾフラン 3A カルボン酸メチルも含有される。前者は初めは日本酒から単離されたが、後に食酢醤油、味噌などからも見出されて、構造決定された化合物で、人免疫不全ウイルスに対して弱い気候性を示す。後者は、父や畑の子実体のメタノール抽出物から得られる、ベンゾフラン系化合物で、 父あわたけ以外のヌメリイグチ属のキノコからはまだ知られていない。なお、414種のキノコを用い、チアミナーゼ活性を調査した結果では、父あわたけの活性は比較的小さかったという。形態及び生態に重きを置いた従来の分類体系では、ハラケモ目のイグチ科に置かれ、アミハナイグチ属やプソラビリーティネス属と共に、 ヌメリー口カに置かれることが多かったが、現在では、独立したイグチ目に移され、火災や柄を形成しない、小炉化や、胞子を作る、史実創卓が観光場ではなく日だとなる、扇竹化などとともに、ヌメリー口暗木のヌメリー口カに分類されている。ヌメリー口暗木の中でも、末族の樹木に、外星金根を形成する性質。 金婚の形態や奉仕及びシスチジアの形態の類似性、観光の壁の構造、あるいは古実体や菌糸に含まれる化学成分の共通性などから、大木竹科の釘竹属との類縁関係が比較的深いとされている。和名は、淡竹に似て、特に幼い古実体の観光部から、ゴム状の乳液を分泌する、キノコの胃で、今関六家の命名にかかる。 俗名のサエレスは、ラテン語で、豚を意味する。俗のタイプ種である、ヌメリ井口の十分に開いた傘が、先端が平たくひしゃげた豚の花を連想させたものでは、ないかと推定されている。種照名のグラニュースもラテン語起源で、粒状のを意味し、殻の表面に生じる微細な粒点を表現した、ものではないかと思われる。青森県下では、和楽だしの名で呼ばれており、 時に下痢をきたす特性を表現しているものと考えられる。また、新潟県の一部で使われる裏向きの名は、傘の裏面の観光層を剥き除いてから食用にする利用法がかなり古くからあったことを示唆するものである可能性が考えられる。福井県では、柴田家、石川県では、育地と呼ばれ、新溶樹林に発生し、傘に粘性があり、傘の裏面が、 スポンジ状の観光となる他の種類と混同されている。アミコあるいはアミコもダ汁シや自己棒ウ及びリコボウなどの故障も花井口と混用されている可能性がある。千葉県の一部でも本種をアミタケと称するという。英語名としてはグラニューボレタスの故障がある。柄の表面が微細な粒点を被ることを示したものと考えられる。ただし、 花井口や、ぬめり井口などとともに、スリペリー、ジャックの名で総称されることも多い。観光層は、傘の肉から離れやすい広く、食用とされているが、あまり消化が良くないため、食べ過ぎない方が良いとされる。特に傘の表皮と観光層とは消化されにくく、傘が開いていない未熟なものは別として、成熟したものでは面倒でもこれらの舞踊。 取り除いてから食べる方が良い。歯切れが良く、汁物、鍋物、あえ物、うどんなどの具に用いられる。一度乾燥させてから煮付けなどにすることもある。ぬめりを持たない柄の部分は、ベーコンで巻いて、炒めたり、粉チーズをまぶして焼くと良いという。欧米では、強い粘性を持ったキノコがあまり喜ばれず、花井口やぬめり井口は、 食用菌としてあまり高く評価されないが、土や畑については、ぬめりがあまり著しくなく、収量も多いことから、食用として採取される頻度は、全2社に比べてやや高いようである。なお、本種を含むぬめりイグッチ属のキノコなどに対して、アレルギー症状を起こす例が、稀にある。この症状は、傘の表面や、観光面あるいはキノコの内部の肉に触れた。 皮膚面に、かゆみや発赤、発疹をきたすものであるが、放子門から得た放子では、症状は起こらないという。ありがとうございます。